今のね、日本の美容医療の現状、そして今すごく低価格化美容医療が進んでますが、それの向かう先、末路について説明していきたいと思います。また途中から鳥肌もなると思いますので、ぜひ皆さん最後まで見て、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。本日ですね、美容医療っていうのは非常に皆さんの身近になってきています。よくコマーシャルでも見かけると思います。大整形29,800円、熊取り数万円、月額数千円、よくこういう CM をね、皆さん見たことあるかなと思うんですけれども、そこで皆さん考えたことは果たしてありますでしょうか。値段の安さだけはすごく訴えてあるんだけれども、質はどうなのって考えたことはないですか。皆さん今非常に騙されてる、値段の安さにつられて、安いからラッキー行ってみよう、手軽だから行ってみよう、29,800 円でめちゃくちゃ綺麗な二重になると本気で心から思いですか。月額数千円でクマがめちゃくちゃ綺麗になってフラットで涙袋も出てくるようになると思いますか。まずそんな安さで絶対綺麗にはならない。そして安く呼んどいて、契約するまで部屋に閉じ込めて、ローン組むまでは返してもらえません。 5,6 時間閉じ込められた経験皆さんないですか。あくまでも皆さんが来やすいように入り口を広げて、無知なね、情弱なお魚さんたちを釣ってるだけですから、皆さん騙されないようにしてください。ブランドもんが好きな皆さんにご質問します。とある日、このヴィトンめっちゃいいよ、これ5000円で売ってあげるよって言われて、皆さんは買いますか。そんなわけあるかいなと皆さん普通は思うんですよ。絶対偽物やろ、なんか裏あんなって思いませんか。フェラーリの車がもし100万で売ってくれるって言ったら、僕は爆発するか、なんかとんでもない事故が起きたやつなんじゃないかなと思います。絶対に安くていいものはこの世に存在しません。にもかかわらず、二重の安さにみんな目がくらんでしまって、結果も何も考えずに安さに飛び込んでやる。ほんで失敗されて後悔した、調べて X、 最初から行けばよかったですと来て、私の前で涙を皆さん流されるんですよ。なんで皆さん、値段の安さでは絶対に釣らないでください。5000円のビトン買ってもいいと思います。偽物やったら捨てればいいです。2万円で2重あったとして、失敗された時、ご自身の顔を捨てる、入れ替えることはできますか。大事なお顔だから、金額で選んで失敗された時、マジで涙が出ないですよ。直すのに数倍のお金とダウンタイムと時間がかかっていってしまうんで、なので目先の安さでは絶対なく、低価格が進む今だからこそ、クオリティ、質、レベルの高い美容医療をぜひ選んでください。失敗されてる方の二の舞には絶対にはならないでください。実際韓国でも美容医療崩壊というのは進んでまして、ヒアロン酸1本 2,3 万円ということができるんですけれども、どうなるかというと、先生って1日100人ぐらいヒアロン酸入れるんですよ。疲労困憊なドクターがお客さんに対して 1,2 分ぐらいしか使えない時間をきれいにできるわけもないし、当然トラブルも増えるんですよ。高い質を維持するためには絶対に金額は必要です。大事なお顔は金額では絶対に選んじゃダメ。この動画が勉強になったと思った方は、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。